秀吉。はっ。この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。おい、聞いたろ秀の味、行くぞ。おら来い。サルメ、いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き一に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める？神仏、あやかし、霊石、そのすべてを御してこそあまねく天地に落土をしけよ。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。しかれどうぬの青き瞳にはその定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく、この信長の野望とともに人知の果てを超えられよ。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが褒美じゃ。鉄砲を使う最下手、手ごわいわね。後で会いましょう。気をつけて。俺の睨んだ通り、こっちの守りは手薄だった。さあ、ここで藤吉郎流、敵の注意を俺たちに引きつけるぞ。最下手の鉄砲がなけりゃ本体も門を突破できるぞ。
田様にひれ伏さぬ目障りなカラスどもで。水が来るよ。お前たちは屋根の上に降りる。怪我させない。私が撃ち落とされたことは絶対に。
無事で何より、あなたの陽動のおかげで織田本体も侵入できました。寺にはあやかしだけでなく大水までも。この異変は溜め込まれた霊石に起因するものでしょう。あなたの力が頼りです。どうかお気をつけて。寺にはあやかしだけでなく、あな
ファンペイ、近頃また悪い咳が出てきたようでの。陶器塩の力ですっかり良くなったはずなのじゃが、本人いつの間にやら。
悪しき心で霊石を用いれば厄災は我ら。 Oh!
となりましょう。私の邪魔をするか。命を捨てるとは。
姫の片割れと侮っておったか。毛利や武田が動き出す前に本願寺を下さねばならんが、仏前たる寺にあやかしがはびこるとは。坊主どもめ、信長様に対抗せんと霊石を使ったか。